全国公演を展開しているウクライナの民族舞踊団が今日平和公園を訪れ、原爆慰霊碑に献花して平和への願いを新たにしました。献花したのはウクライナ国立民族舞踊団のビクトル・サバドスキー団長など公演のメンバーおよそ50人です。一行は原爆のこの像に折り鶴を捧げた後、原爆慰霊碑に献花し平和への誓いを新たにしていました。舞踊団は1937年に創立され、これまでに80カ国以上で海外公演を行うなど、平和の使節団としてウクライナ文化の国際理解と友好交流に貢献しています。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘が激化する中、今回は20年ぶりの来日で、ウクライナから日本に避難した人を無料招待しながら全国公演を行っています。Ну, співчуття за загиблими, звичайно, і велика повага до всього японського народу, який, переживши таку трагедію, зумів побудувати мирною працею свою велику, красиву, сучасну державу. 全国公演は来月8日まで行われる予定です。